どうも星野剛志です。今日の動画はですね、前回までの3つの動画、皆さん見ていただいたと思うんですけども、新発売の i525 のシダ動画ですね、こちらをアップしたところ、皆さんの反響がすごく良くてですね、 i500 とのシダ比較動画を上げてくださいというね、コメント欄にもいただきましたけれども、そういうご要望をいただいたので、早速ね、比較シダをしていきたいと思います。ちょっとね、バタバタね、忙しいので、今日は i500 と i525 の今日の撮影は、ゼロスの6の R、ゼロスの7の R、ゼロスの8の S でどういうね、検証結果が出るかということで、比較していきたいというふうに思います。まあ皆さんね、ぜひ今日の動画を楽しみにしていただけたらというふうに思います。それでは、レッツゴー。それではですね、早速打っていきたいと思うんですけれども、まずは i500 で、ゼロスの6の R、ゼロスの6の R で打っていきたいというふうに思います。まあ、クラブスピードはですね、大体 31.5 から32ぐらいを目標にやっていきたいなというふうに思っています。早速いきましょう。今です、クラブスピード 31.3 ですね。クラブスピード 31.3 で、ボールスピード 43.1 の、キャリーが 129.2 ヤード、トータル 143.5 ヤード、球の高さは、ね、18.2 ヤードでしたね。バックスピンは、ね、4990回転、2.4 ヤード右でした。もう一球打ってみましょう。はい、今ですね、クラブスピードが32.3 ですね、ボールスピードが 45.1、 ちょっと見てもらいましょう。こんな感じのデータですね。キャリーが 138.9 ヤード、トータル152ヤード、球の高さ21ヤードで、バックスピン量が4910回転、右に 1.8 ヤードっていう結果ですね。まあ、32.3、 ちょっとクラブスピード出ましたけれども、i500 でもね、皆さんもご存知の通り素晴らしいデータですよね。それでは i525 に書いてみます。それでは i525 でゼロスの6の R 打っていきたいというふうに思います。まあ今ですね、クラブスピード 32.5 ですね、ボールスピード45、キャリーがですね 142.8 ヤード、トータル 160.7 ヤード、ボールの高さは 20.2 ヤードということでね、まあ、ちょっと球は低くなってしまったんですけれども、距離はですね少し飛びましたね。ちょっと何球かもうちょっと打っていきましょう。ちょっとこれはですね、クラブスピードが出過ぎてしまって 33.2 ヤード、33.2 クラブスピード出て、ボールスピード 46.4、 キャリー 144.6、 トータル 156.2、 球の高さ 23.9 ですね。まあ、33超えてくるとですね、まあ、かなり、球も上がって飛ぶって感じですね。スピン量も5000回転超えました。今もうちょっとスピード落としてもう一回打ってみましょう。そうですね、こちらちょっと見ていただきます。はい、このデータですね、 32.6 で、ボールスピード 45.5、 スマッシュファクター 1.40、 キャリー 143.2 のトータル 157.8 で、ボールの高さは 21.9、バックスピード 4354、 ボールは右に 2.1 という感じですね。まあほとんどですね、同じデータで見たときに、ちょっとやっぱり i525 になった方が、キャリーも出るのかなと。球の高さはほとんど一緒ですね。ただ飛距離性能がちょっと上がってるのかなっていう感じがします。じゃあ早速ね、次のシャフトやっていきたいと思います。はい、次はですね、ゼロスの7の R です。ゼロスの7の R、これ以前もお話ししたみたいにですね、まあ、ゼロスの6の R とゼロスの7の R で、
もちろんゼロスの7使う方の方がヘッドスピードが速いイメージっていうのが皆さんあると思うんですけれども、スイングタイプですね、例えばクラブのシャフトが重い方がスイングプレーに乗りやすい人っていうのも当然出てきますから、ゴルファーの中では、まあ、一概にですねクラブが軽いから速いとか軽いからオンプレーに乗るということではないので、まあ、そのあたりはねあるので、そんなにヘッドスピード感変えないで、まあ、31.5 から 32.5 ぐらいの間でやっていきたいというふうに思います。はい、今がですね、クラブスピード 32.1 で、ボールスピード 44.8、 キャリーが 138.3 でトータル 152.5、 球の高さはね 20.7 でバックスピード 4600 回転でしたね。もうちょっと打っていきたいと思います。はい、今がですね32、クラブスピード32ですね、ボールスピード45でスマッシュファクターは 1.41 とね、かなり高かったんですけれども、ちょっと見ていただきます。まあ、このような感じでですね、スマッシュファクター 1.41 と最高値が出たんですけど、キャリー 137.8、 トータル 152.1、 球の高さ 19.3、 4980回転ということでね、少し球の高さが低いせいでキャリーが出てないのかなっていう感じがありますね。それでは早速ですね、同じシャフトゼロスの7の R で525打っていきたいと思います。それではね、早速525ゼロスの7の R 打っていきたいというふうに思います。まあ、今ですねクラブスピード 31.8 でボールスピード 45.4、 スマッシュファクター 1.43、 キャリーが 140.4 ヤード、トータル 152.5 ヤードですね。ボール高さ 22.4、スピン量がですね 31.8 でもう5070回転上がってます。球はね1ヤード左ですね。まあやっぱりゼロスの6の R の時もそうだったんですけれども、やっぱりちょっとですね、あの525の方が飛ぶのかなっていう感じしますね。あと球の高さも出るんで、まあ本当わずかな世界ですけれども、スピン量がちょっとね、525の方が上がるのかなっていう感じがしますね。はい、最後の、ね、結果ちょっと早速見ていただきます。まあ、これ見ていただくとですね、クラブスピード32、ボールスピード 45.4、 スマッシュファクター 1.42 のキャリー 143.9、 トータル 158.2、 球の高さ 23.1 いいですよね。で、スピンレートは4229回転なので、やっぱりですね、球の高さはちゃんと出ながらも、というかクラブスピード32ぐらいの状態でもキャリーでね144ヤードいくっていうのはね、まあやっぱり525の方がちょっと飛ぶのかなっていう感じしますね。それではね、次にゼロスの8の S で、最後検証していきたいと思います。それではね、ゼロスの8、まあ、S シャフトなので、33ぐらい狙っていくいきたいなっていうふうに思います。 I500 になります。まあ、今ですね、ちょっと見てたけど、クラブスピード 33.4 データですね。まあ、やっぱり 33.4 で、キャリー 143.1 ヤード、球は24ヤード、まあね、球が上がってスピン量が5496ということで 153.6、 まあね、こうやって見てみると、うーん、まあやっぱ 33.4 っていうとちょっとゼロスの8の S だと早すぎるのかなっていう感じはちょっとしますね。今見ていただいたデータをでもいいのかなと思うんですけど、一応心配なんでね、もうちょっと、もう一球打っていきたいと思います。はい、これ見ていただきます。まあ、大体1球目と一緒ですね。クラブスピード 33.5、 ボールスピード 46.6、 スマッシュファクター 1.39、 キャリー 144.9、トータル 155.4、 タムネザカさん 25.3、スピン量 5280、 4.6R ですね。はい、次にですね、525にゼロスの8の S でいきたいと思います。まあ、先ほどのね、先ほどの I500 の時と一緒で、まあ、大体33から 33.5 ぐらいを狙っていきたいというふうに思います。
素晴らしい1球目からいきました。見ていただきますね。クラブスピード 33.4、 ボールスピード 47、 スマッシュファクター 1.41、 キャリー 147、 トータル 159ヤード、球の高さ 23.7、 スピンレート 5070、 右に 0.8 ということでした、まあ、ということでです、今回 I525 と I500 をゼロスの6の R、 7の R、 8の S で試打してきましたけれども、飛距離面においてはやはり I525 の方が、飛距離出るなという感じがします。まあこれはあの個人差あると思います。やっぱりスイングタイプとか打ち方とかあると思うんですけど、単純にねヘッドスピードをこうやってポンポンポンと 3,4 球ずつ打っていった時に、まあ、データ的に、まあ、自然に飛んでるのはやっぱ I525 の方が、まあ、3ヤード4ヤードぐらいですかね、キャリーで、違うのかなと。結構この3ヤード4ヤードってね、まあ本当 0.3 番手 0.4 番手って話ですけれども、やっぱり大事だと思うんですよね。でスピンレートに関しては正直なところ中空構造で比較的ね、スピン量はどちらも少ないと思います。7番アイアンとしては4000後半から、5000回転前半ですから、そんな多くないですよね。なのでやっぱり、前回 I525 の、ね、フィッティング動画の時にゼロスの時に申し上げたみたいに、やっぱり球がある程度上がってほしい、20ヤード以上上がってほしい。だから今日 の、 あの動画見ていただいても分かる通り、まあ、最後のデータも 23.7 上がってましたけれども、一応ねそれぐらい上がるヘッドスピードを出して、ちょっと打ってみました。まあこのね動画がもし皆さんの参考になればすごく嬉しく思います。今日の動画がいいなと思った方はぜひグッドボタンよろしくお願いします。チャンネル登録まだの方はチャンネル登録お願いします。それでは、次のエピソードでお会いしましょう。バイバイ。